はい、皆さんこんにちは。今回は、タルトショコラを作っていきたいと思います。今、動画で見せているのは、ルセットと、材料の紹介です。はい、材料が計量したら、まずバターをボウルに入れて、ほぐしていきたいと思います。もしバターが硬いときはレンジレンジで少し柔らかくしてもらうか、早めに室温に出しておいてください。はい、滑らかになるまでほぐしてください。均一な硬さにできたら、粉糖を入れて、混ぜていきます。この時、しっかり混ぜてほしいんですけども、泡立てる必要はありません。変に空気を入れる必要もないということです。混ぜていけば、自然と白っぽくなります。はい、次に卵を入れていきます。卵は2回に分けて入れていきます。その都度しっかり混ぜて、乳化するようにして混ぜていってください。こんな風に、つながったら2回目、はい、入れてまたしっかり練って、つなげてください。この時、卵が冷たいと、バターが分離するので、卵は室温に戻しておいてください。はい、ここまで混ざったら一度全体縁の部分を落として、生地を均一化させます。こういったあのボウルの縁っていうのはしっかり混ざっていないので、こういう作業は、大切にしてください。はい、この後、粉類を混ぜていきたいと思います。アーモンドプードルと、小麦粉を入れて、ふるいながら混ぜていきます。混ぜるときはホイッパーで、軽く粉類が全体に馴染んだ後、ゴムベラに持ち替えて、切るように混ぜていきます。はい、この時、しつこく練る必要はありません。あんまりしつこく練ってしまうと食感が悪くなってしまうので、さっくり、混ぜるような感じでお願いします。粉が少し残ってるような感じで止めてしまっても問題ありません。最終的に後で、練り直して、フォンサージュの方を行いますので、ここの時点では軽く全体がまとまればいいと思っていただけたら大丈夫です。はい、ひとまとめになったら、ラップに、このような形で包んで、薄く伸ばしてから保存するようにしています。薄く伸ばして保存すると、生地のが冷えるのも早くなりますし、次の作業をするときにも作業がしやすいので、こういった形で保存するようにしています。この時、綿棒を四隅の方に生地を押し入れるようにして伸ばしていくと、綺麗な長方形や正方形に伸ばして保存することができます。ラップを包む時は、正方形か長方形を意識して包んでもらうと、自然と綺麗に伸びると思いますので、やってみてください。はい、このようにできたら、冷蔵庫で一晩休ませてください。はい、今回は100円ショップで買った、タルトの型を使いたいと思います。ちょっと知り合いから100円ショップの型でうまくいかないんだけどっていう相談を受けたので、一回チャレンジしてみたいと思います。初めて使う型は、全く使ってないのでまず洗って、油を薄く塗るように僕はしています。こんな風に、細かいところも初めて使う場合は薄く油を塗ります。2回目以降は、そんなに、塗る必要はないと思います。はい、一晩休ませた、シュクレを、練り直してフォンサージュしていきたいと思います。この時、打ち粉を用意しておいてください。打ち粉は強力粉で大丈夫です。こんな風に、4つに切ってから綿棒で押して、硬さを整えています。
で少し丸めても大丈夫です。でここから生地を3ミリまで伸ばしていきます。この作業はまな板の上もしくは大理石の上などで行っていただけるといいと思います。伸ばしていくと生地がやっぱり下の方とかくっついてくるので、その都度打ち粉を少し打ってもらって伸ばしていってください。こういったね、あの3ミリのスライス棒とかがね、コッタさんとかで売ってるので、そんな高くないと思いますので、そういうものを買ってください。で3ミリまで伸びたら、一回り、大きい大きさで、丸く、生地を抜いて、そこから本サージの方をしていきます。この時綿棒でくるくるくるっとこう巻きつけて、型の上に、優しく乗せてもらうと、生地が柔らかくても、綺麗に写すことができると思います。はい、ここから本サージの作業に入っていきます。まず、全体的に、生地を、立ち上げて、型の中に、まず一通り入れてしまいます。で一通り入ったら今度は、生地を角っこに入れるように、しっかり、折りたたんでから角っこに押し入れるような感じですね。今指で押さえているようなところをしっかり、まず入れていきます。この時生地の下には空気があるだけ入らないようにしていてください。しっかり、角っこに押し入れるような感じで、順番に一周作業して、そこから、側面に押し当てながらやっていきます。この時サイドを押し当てていくんですけども、やっぱりこのなみなみとした型の場合しっかり押し入れてもらわないと、綺麗に、模様が出ません。なので内側はちょっとね、さっきみたいにボコ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 なるぐらいまで、ある程度強めに押し込んでください。そこからね、まずこうペティナイフで、こうやって生地を落としていきます。もしペティナイフがない場合はね、パレットナイフとかでも問題ありませんので、はい、ここから、ピケの作業に入っていきます。フォークで、順番に、こんな風にピケして空気を抜いてください。はい、1時間ほど休ませた生地に、今度はストーンを乗せていきたいと思います。落とし蓋を作る要領で、ストーンの中に引く紙を、作ってください。ちょっとストーンがなかったんで、今回はお米でやりました。お米はちょっと小さいんでね、こぼれやすいんで、気をつけて扱ってください。こんな風に、お米をバーっと中に入れてもらって、ストーンの代わりにして焼いていきます。はい、200度に温めておいたオーブンで、まず170度で、15分ほど焼いてお米を出しました。その後25分ぐらいですかね、タルトを焼きました。焼き加減の時間は、状態を見て試してください。で残り2分ぐらいはね、どれを塗って、再度2分ほど焼いて、このような状態になりました。で型から外すとね、こんな風に、裏面も綺麗に焼けています。こういったね、裏面の色も確認しながらね、ちょっと焼く時間の方とかは調節しておいてください。オーブンによってかなり焼く時間はちょっと変わってくると思いますので、はい、こんな風な感じで、角っこも一応模様がある程度綺麗に出ていると思います。どれを塗ることによってね、湿り止めになりますんで、ぜひどれは塗って、ガナッシュを流す場合はこういう風にしてもらった方がいいです。でちょっとタルトのね、面がねグザグザしていてちょっと気になったんで、このマイクログレンゼスターっていう道具がありますんで、これで、綺麗に削って、平らにするようにしてみました。はい、次は、ガナッシュの用意をしていきたいと思います。で今回はミルクチョコレートとビターチョコレートの半々で作っていきたいと思います。こちらの方は、食べやすい、味付けになっています。ちょっとミルクチョコレートだけで作ると結構甘いので、今回はビターと半分ずつにしました。チョコレートは割ってもらって、電子レンジで、半分溶かすような状態にしてもらえたら次の作業がやりやすいです。鍋に生クリームと蜂蜜を入れて沸かしていきます。この時、周りがふつふつしてくらいで、止めてもらって大丈夫です。はい、生クリームが沸いたら、チョコレートの方に一度に、全て入れて、
しばらく放置しておいてください。5分ほどで大丈夫です。はい、ホイッパーを使って真ん中から乳化させていきます。しっかり、底の方の、中心の部分から、混ぜるようにしていってください。混ぜていくと綺麗にガナッシュがつながってくると思います。このつながってきたところを全体に引き伸ばしていくような形で、ガナッシュをつなげていってもらうと、綺麗な、ガナッシュが出来上がります。この時優しく真ん中から混ぜるようにしてもらった方が綺麗に混ざっていくと思います。はい、ここで一度綺麗に全体縁を落として、さらにちょっとなじませてからバターと次はリキュールを入れていきたいと思います。はい、ガナッシュが出来上がってきたらここでバターとリキュールを入れていきたいと思います。この時、40度は超えてない状態の時に、バターは入れてもらった方がいいです。で、最終的な混ぜ終わりは、35から40度ぐらいの間が一番いい状態だと思ってやってもらったらいいと思います。これは、バターの乳化を壊さず、また出来上がりのガナッシュの状態もいい状態で保つための温度だと思っていただいたら大丈夫です。はい、こんな感じで艶やかなガナッシュができました。で、これをタルトの方に流していきたいと思います。はい、タルトに流していくんですけども、ほんの少し余るぐらいの分量で、今回は作っています。自分のお好みで流してもらっていいと思います。今回は上にグラサージュをかける予定があったので、僕はちょっと少し、少なめにして止めました。グラサージュを流さない人は、このまま全て流し込んでもらえば、タルトにぴったし収まる分量だと思いますので、ぜひやってみてください。はい、次に、グラサージュの方を作っていきたいと思います。まずゼラチンに水の方を加えて、ふやかしていきます。しっかり混ぜておいて、水分を行き渡らせておいてください。はい、次にココアと、グラニュー糖を混ぜて、ココアを、分散しておきます。はい、次に、生クリームと、水を入れて沸かします。この時は、少し温まれば、問題ありませんので、周りがふつふつときたら、先ほどのココアと、グラニュー糖に、半分ぐらい入れてください。そしてよく混ぜてペースト状にしてください。この時ココアのダマがなくなるように、しっかり溶きほぐしておいてください。溶きほぐすことができたら、鍋の方に一度戻してください。はい、鍋の方に戻してここから沸騰させていきます。はい、鍋に入ったものを、ここから火にかけて、沸かしていきたいと思います。ココアが焦げやすいので、常に混ぜながら、沸かしていってください。全体的に、ボコボコとして、艶が出てきたら、完成です。艶と粘りの状態を見て覚えてください。しっかりと沸く状態まで、煮詰めてください。しっかり煮詰めると、砂糖がきれいに溶けて、煮詰まってツヤのあるグラサージュに変わってくれます。はい、沸いたら置いといて、
ゼラチンを入れて溶かしていきたいと思います。ゼラチンを入れるときはだいたい60度ぐらいの時に入れてもらったら十分溶けると思いますんで、これぐらいの温度の時に入れて伸ばしてください。はい、よく混ぜて、今度は、こしていきたいと思います。どうしてもグラサージュを作ると少しダマみたいなのができてくるので、そういったものを取り除くために、茶こしなど細かいこし器で、一度こしてください。そうすることによって滑らかなグラサージュに変わります。温度は32度からね、34度ぐらいの状態で、グラサージュの方をかけていきたいと思います。こちらの方のグラサージュは前日に作って置いておいても問題ありません。使うときは、もう一度温度を上げてから使っていただいたら大丈夫です。はい、タルトを用意して温度が下がったグラサージュをかけていきたいと思います。ゼラチンが入っているので、結構すぐに固まってしまうので、ここは素早く作業してください。動画は、ゆっくりとしたこの映像を撮りたくて、ゆっくり流しています。実際はもうちょっと勢いよくバーッと流して、手に持ってグラサージュが全体に広がるように伸ばしてください。できれば薄い方が美味しいと思いますので、量を少なめにして全体にきれいに薄く伸ばす方が味としては美味しいと思います。はい、きれいに流したらこんな風にね、鏡のように、手が映ります。こういう感じで流れたら完成です。あとは真ん中に金箔の方を飾っていきたいと思います。金箔を飾るときは少しひらひらなびくような感じに飾ると綺麗に見えるような感じがします。はい、完成しました。ではここからカットしていきたいと思います。カットするときは湯煎でナイフを温めてもらうか、バーナーでこんな風に温めてから、カットしてください。カットする際はウェーブナイフなどね、タルトが切りやすいナイフで切る方が切りやすいと思います。はい、タルトショコラは、濃厚で、冬に食べるととても美味しい、タルトになっています。簡単なので、ぜひチャレンジしてみて作ってきてください。すごくレシピも簡単なので、作れると思いますんで、またよかったらね、こんな風にできたよみたいなメッセージいただいたら、とても励みになります。もしよかったらね、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。この時も食べたんですけどね、すごく濃厚で美味しかったです。この時はね、ミルクの方がね、3枚のレシピで作ったので少し甘かったんですけども、とっても美味しかったです。甘いのが苦手っていう人はね、チョコレートをすべてビターにしてもらってもいいと思いますんで、その辺は自分で調節して作ってみてください。グラサージュのね、ゼラチンがちょっと多かったかもしれないのでね、もう少し、減らしてもいいかなと個人的には思いました。はい、よかったら、皆さんチャレンジしてみてください。タルトの裏もこんな風に、綺麗に焼き上がったので、100円ショップの方でもね、ちゃんとやれば綺麗にできるっていうことが分かったんで、ぜひ皆さんも、チャレンジしてみてください。はい、次回は、ボンボンショコラ、何か簡単なものをできたら、紹介したいと思います。よかったらまた次の動画も見てください。他にもいろんな動画上げてますんでね、よかったら見てください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。またよろしくお願いします。